この物体の近くに立って浄化すると神の武器が手に入るよ。手に入る武器は物体の状態によって変わるみたいだね。エゼキエルは地上界の自然に惹かれて打点した。しかしその自然に対する愛情は独りよがりで、時に残酷ですらある。歪んだ自然への愛情はいずれ地上界を混乱に陥れるだろう。最後の武器の登場だな。これはベイル、奪い取ってみるといい。
生き物はベイルに守られているよ。君にもあの神の武器が必要だね。攻撃して気絶させるんだ。そしてベイルを奪おう。ベイルは防御に優れているよ。破壊力を目いっぱい生かすんだ。やっとベイルも手に入れたよ。それは心配ないよ。これまでもうまく特性を見極めてちゃんと使いこなしてきてるし。じゃ、また連絡する。